しい。アトレティコフォワードオモロディオン電撃獲得へ。アトレティコマドリードは、チェルシーが提案するサミュエル・オモロディオン獲得案を受け入れるようだ。チェルシーと契約条件について話し合うオモロディオン陣営。アトレティコがサム・チェルシーにゴーサインを出すのは、フリアン・アルバレスとの契約が式代理人とまとまった時のみだ。キャラが売った金でオモロディオンは草。始終、オモロディオンさん来ないでください。お願いします。何がオモロディオンじゃ、何もおもろないねん。キャラが売却でオモロディオン獲得。アトレティコはそのお金をアルバレス獲得の資金に、さすがにため息しか出ないです。キャラガーなんかよりオモロディオンくんの方が100億倍マレスカサッカーに合わなそうで打つ。キャラガーを4000万ユーロで売却し、オモロディオンを5000万ユーロ前後で獲得するのはさすがにきつすぎる。もう少し上乗せしてアルバレスにダメ元で突っ込んでみるんじゃダメですかね。なんかオモロディオンは何も悪くないのにオモロディオンに腹立ってきた。カタクナにオモロディオンを取りたがってるフロントの意図を教えてくれ。ストライカーと右利きウイングって話はどこ行ったんだよ。キャラガー打ってオモロディオンは話にならんアホ。オモロディオンのことチェルシーサポがめちゃくちゃ不安になってますけど、23-24の5大リーグで19歳以下のトップスコアラーですよ。シティに行ったサビーニョとタイ、ガルナチョ、マキステル、ファーガソン、ユレル、ヤマル、ムココ、ジョンブラン、デシレブエよりオモロディオン。オモロディオンがいい悪い関係なくて、もうセンターフォワードの未来枠なんていらんのよ。キューもワシントンもおるし、未来枠に4、5000万もかけるぐらいなら即戦力級取ってこいっつってんの。死ねおもんないんちゃボケ。